道道さんと呼ばれる祖父が死んだ。祖父は学者で翻訳家だ。生まれは京都の遊郭で、ギャンブルにはめっぽう強く、友人の借金を1億も肩代わりしたり、何かと見どころのある人物だった。何より僕は彼が大好きだった。高校を卒業してからずっとアメリカにいた僕は、葬式に出席するために久しぶりに日本に帰国した。祖父は遺書の中で多摩川に散骨をしてほしいと孫の僕宛に記していた。彼がよく散歩していたからだろう。祖父が死んでからやっと僕は彼が翻訳した作品を読み始めた。遅すぎる。短いからね。お邪魔します。おお、大きいね。そう、結構広いんだよね。うん、ちょっとここ、はいはい、おお、本棚も大きい。そう、業務用なんだよね。うん、おじいちゃんの方もいっぱいある。そうそう、この辺ね、全体的に。うん、あれ、てっちゃんそんなに本読むっけ？あれね、最近だって、うん、ちょっと読み始めて。あ、へえ、うん、いいね。おー、すごいね。ん？あ、本だな。うん、てっちゃんの帰国を祝ってアメリカンです。じゃあ、乾杯。いや、乾杯。乾杯。はい、久しぶり。はい、やば。歯折れたじゃん。てつくん、日本にかけて歯折ってアメリカで治療して金めちゃめちゃ必要になる。うん、お腹空いてたから、アメリカにうまいそばはあった？あ、そばはないよ。ないの？ラーメンしかない。じゃあただなんかちょっとなんか見ようかなみたいな。あ、ごめん、ちょっと。あ、お疲れ様です。ええ、あの、今飴がついたところで。はい。あ、すいません、はい、申し訳ございません。はい、あの、今資料作りますんで。はい、失礼します。あ、ごめんごめん。仕事？うん。嘘ついてんじゃん。まあ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 。え、今てっちゃん何の仕事してんだっけ？あ、なんか商社みたいな。商社か。商社ね。え、何その反応。二人は今何してんだっけ？まあ、私はウェブ系で、江村くんもそんな感じ。うん。まあ、僕のはちょっと違うけど。うん。違わないよ。もう寝たら？あ、ちょっと時差ボケでさ。ああ、まあいいけど仕事すんのやめたら。うん。うい、うい、いるよ。
あれだよね、明日フリーで、うん、で、明後日葬式、うん、で、その次の日玉川行くんだよね。そうだね。オッケー。上、布団あるから。あ、ありがとう。うん、じゃあ、おやすみ。おやすみ。あ、もしもし。お世話になっております。どうぞです。はい。あ、折り返しありがとうございます。ええ。あ。すいません。そうですね、バリの件なんですけど、はい、あ、ちょっと厳しいですね。わかりました。ちょっとまた、はい、上司に相談するんですけど、ええ、金曜日、あ、わかります。まあちょっと、はい、一旦ちょっと持ち帰らせていただきます。ええ、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いいたします。失礼いたします。なんか眠くなってきた。寝たら。この辺フラフラしてくるから寝てきなよ。ね。うん。そうする。うん。じゃあ。うん。公園寝とく。ね。うん。じゃあね。うん。また。めっちゃ寝てた。おはよう。うん。あれ、今携帯鳴った。もう少し帰ろっか。うん。ね。あ、そうそう。ん？お土産。お土産？うん。ちょっとお土産もらって。何？何？何？ボストンで、うん、鳴らしたの。へぇ、そうそうそう、ボストンで中国武術でさ、うん、とんでもない土産あったもんな。うん、あ、これ見てください。こっちHa ha ha ha!
気にはなってない。後ろから来た。面白いね。進撃しなんかね、ぽいんだよな。長い。ちょっとトイレ。ドドさんさ、うん、意地悪な人だったでしょ。え、意地悪？うん、意地悪。いや、全然意地悪じゃないけど。なんで？そんなことないでしょ。文章読んでりゃ分かるよ。じゃあそんな文章読んだところで人の性格分かんの？いや、分かるよ。なんで？なんでってどういうこと？いや、だって会ってないでしょ。会ってないよ。うん。ああ、あれか、文章からじゃ人のことは分かんないと思ってる。うん、ていうか、もうじいちゃん意地悪じゃないし。ああ。うん。てか、だってあれじゃん、しかも翻訳だからさ、うん、その原作が意地悪な文章だったら、うん、それはもう文章も意地悪みたいになるんじゃないの？ああ。何の話？いや、ドドさんが意地悪だったよねって話。いや、意地悪じゃないって。ああ、翻訳から舐めてる。え、なんでそんなの？翻訳って別に言葉スライドしてるわけじゃないからね。うん。うん。訳すときにさ、うん、その翻訳家の筆致っちゅうのかな、うん、そこに性格が出るんだよ。うん。いや、なんだろう。いや、それはさ、実際に会ってないからそういうふうに思うんじゃないの？だって俺は会ってるけどさ、うん、全然意地悪じゃなかったし。ああ、うん、それでも肉体の進歩に傾倒しすぎじゃない？いや、逆に本の読みすぎなんじゃないの？あ？うん。本読みすぎて人に会ってないからそういうこと言えるんじゃない？ああ。おめえあれだろ、中国武術のやりすぎて頭おかしくなったんだ。いやいや、今中国武術の話関係なくない？もう寝よっか。遅いし。まあ話はじいちゃんの小説読んでから。それからじゃない。私は中国武術やってみたくなったけどね。うん。いや、やっぱり本の読みすぎだと思う。まあなんか、うん、たまには外出たら。うん。明日お葬式だし、もう寝よっか。よいしょ。おやすみ。おやすみ。早く行かなきゃいけなくて。あ、うん、そっか。じゃあちょっと行ってくるわ。うん。じゃあ、うん。うん、また。うん。
あ、おかえり。うん。ちゃんとお別れできた？うん。ありがとう。うん、明日、多摩川行って散歩するんだよね。うん。まあ、暑そうだし、僕一人でもいいかな。ああ。私たちも行っていいかな。うん。もちろん。気をつけてね。気をつけ。下を降りてこれたね。ごめんね、なんかこんなとこまで連れてきちゃって。ここで散骨しようかな。うん。大丈夫だ。俺はもう取り逃さない。集中の極み、全集中。なんとかの水、なんとかの水なんとかの水玉川の水汚い汚いお水おーバカ野郎ちょっと痛いよ。なんか本当いろいろありがとうね。いやいや、こちらこそ。うん、また来てね。うん、じゃあまたね。ちゃんと連絡ちょうだいよ。ね、体気をつけてね。うん、ありがとう。羽田空港。じゃあまたね。うん、じゃあね。